それでは張り切ってまいりましょう。はい、せーの、チャーラララララ、チャーラララララ、チャララ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 ラ三日で三歩、三歩進んで二歩下がる。人生はワンツーパンチ、汗かきべそかき歩こうよ。あなたのつけた足跡にゃ、綺麗な花が咲くでしょう。はい、腕を振って足を上げてワンツーワンツー、休まないで歩け。それワンツー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 。あ、いいんじゃない。もういないですから、ステージにこの方は。その時はもう引きずり下ろされてるんで。あ、いいんでない、ほんと。社長も歌ってもいいんじゃないですか、今みたいに。歌えなよ。あ、じゃあ俺、後ろ、聞くよ。ただ基本は俺、後ろですから。はい。いや、歌った方がいいよね。弾くだけじゃなくてね。あの、いわゆる、ピンカラ兄弟。ピンカラ兄弟。だからね、あの、ボーカルがいて。はい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 。いいと、乗ってる乗ってる乗ってるよ。乗ってる。ってやってるのが、あの、ピンカラ兄弟。そう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 。もう、そのなんか、興奮をね、やっぱりこう歌に変えた方がいいと思う。我慢するってのよくないわ。いや、俺我慢してないですよ。演奏&あ歌唱、橋本秀樹でいいんじゃないかな。ええー、まあ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 ね。あのだから後ろで、あの基本、あの、チェーンってってぐらいは声出します。いや、絶対絶対声が出てしまいますよ。出ちゃう声出ちゃう。まあまあ、声出さないと自分で何やってるか分かんないっていうのがあるからね。まあ、なるほどね。てーっててれれれ、てーっててれれれ、てれれ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 おぉ、納得してるな。多分ね、実はね、ウクレレってこうやって座って今こうやって偉そうに弾いてるからね、閉じす、立ちじゃないですか。立つ。立ちになるとね、もう、もう、ピンカラ兄弟状態ですよ。ピンカラ兄弟のパロディーもできるという。ピンカラ、だからもうこう、ピンカラ兄弟。いや、もうこうなりますから、多分ね、歌、あの、でーってて、だからもう普通にでーってて、でれれでーって、そんな言う全然ない。ないないない。でーって振り付けは入れない、振り付けいらないいらないいらない。いや、でも社長がもう満足なさってるから。満足してないですけど、ちょっとあとは自主練やね。自主練します。はい、それじゃあ私たちはおいとましましょう。いいですか、アレンジャーとして。なんか本当に言い残すことない、アレンジャーとして。はい、あとはそうですね、立って弾く練習ですね。座って弾くっていうより。そうなんね、はい、あの一応ね、あのこのクソ安いセットについてきてる、このストラップついてるんです。ストラップあるんですけど、ストラップあるんですけど、なんかね、しっくり来ないんですよね。あら、要するにだから多分このストラップって、ストラップってあの弾ける人が使うストラップなんですよ。あ、はい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 、ね、こうやってね、そういうストラップ、こういうストラップ、こうなんです。わ、ね、だからこうやって落ちない、押さえて落ちないようになってるけど、はいはい、このストラップっていうのは多分こうやって普通こうやって弾ける人はいいけど、俺みたいにこうやってピンカラ兄弟になってる人はストラップ意味がない、すでに意味がない。いや、むしろ邪魔なんだ。まあ、そのあたりからちょっとあの皆さんにお見せしたいとこではあるけどね。邪魔、これ邪魔。いやいや、そんなぞ、そんな、みんな来て、みんな木村さんの MC 名調子を聞きに来てるわけですから。違う違う、これはね、やっぱりね、まあ、何人来るか知らないけれども、オープニングだから、やっぱり社長が弾くエクレレ、エクレレじゃねえや。エクレアじゃない。聞きたいよね、やっぱり。いや、聞きたい、聞きたい。いや、木村さん、仲間内だから受けてるんですね。そうかな。こんなんね。いや、でも結果、あの
3列目ぐらいまでは身内になる可能性もあるからね。オープニングやから。オープニングやから。お邪魔いたしました。じゃあ、はい。じゃあ、バッチリです。どうかね。はい。あと自主練で。わかりました。少し弾けるようにしておきます、はい。ありがとうございました。はい、月刊ウクレレでした。はい、すいません。